習問題1の10を始めます。とまず AB が式1、イプシロン1で近くにあり、 CD が式1、イプシロン2で近いとあるので、まあ、定義通り式に直すと示したいものが C 分の A と D 分の B が式1、絶対値 CD 分の E にかける絶対値 A 足すイプシロン1かける絶対値 C で近いことなので、これも式に表すと示していきたいと思います。まず C 分の A 引く D 分の B の絶対値を通分します。絶対値の掛け算、なんていうんですか、まあこのようになります。で次に変形してあげると、上げて でそれぞれ分子を A と C でくくります。最初の丸1丸2といった過程から、あ、じゃあ違いますね、ここで三角不等式を使って式変形すると、ここで D-C の絶対値っていうのは C-D の絶対値と一緒なので、まあ、最初の仮定の ① ② から
きます。以上で C 分の A と D 分の B は式1 C、これで証明できました。以上です。以上で演習1の10を終わります。